こんばんは、小学生の学習教室です。今日の名言、逃げない、アルバイト立ち向かう、それが僕のモットーだ。わしと犬の頃、その挑戦を受けてた。わしの小猫犬や猫巻き扇風客をお見舞いするにゃ。はい、ありがとうございます。今日は日本の歴史の中から関ヶ原の戦いの解説をお願いします。まず西軍の配置はこういうもので、東軍の配置はこういうものです。で、この戦いの結末は知っていますよね。東軍の勝利です。それと同じように第二次上田合戦が行われています。まずはこっちから、こういう配置で、まずこの勝敗を決めたのは小早川軍の裏切りです。小早川軍がまず東軍に寝返ります。そしてこっちは先手大谷隊隊です。けど大谷隊は人数が少ないので敗北。で、浮田隊の横っ腹へ、浮田は大丈夫で、これでこっちの方が有利だったのがこっちに有利になってしまって、こういう風に攻められて、こっち、こっち、こっちにもあったので、ここが壊滅。こっちの方が人数は少なかった。山本和豊の軍がで、ここに結界の裏切り軍がありました。赤が裏切りなんですよね。はい。で、青は西軍です。黒が東軍です。わかりました。そしてこの森軍、どうしてここを攻めな、どうして後ろ側を攻めなかったのかがわかりません。なので第二次上田、これが終了。第二次上田は徳川軍が数で勝っていたんですが、正幸幸村の作戦によって東軍敗北です。解説は終わりです。はい、ありがとうございます。よろしいですか。それと、うん、勝てるんだったらこれが裏切らなければこっちに行けたはずなのに、手を打ってきてもどっちが勝つかちゃんと見分けれたらこっちに攻めていって、こっちが勝ってたと思う。ここを攻めて、これとこれが受けに出るとこの軍がこっちに入り、ここを攻められて、ここがなくなると本陣部分や後ろ側の方に行かれる。そして毛利軍、偽物の軍隊も こことかへ行く。これが本陣だからね。けどこう行くと結果広いよの軍が気になるけど、これだともう一回裏切って石田軍に使うはず。けど鉄砲撃たれた軍でね、どっちが勝つか見分けれなかったのが残念です。はい、ありがとうございます。ではホワイトボードの文章を読んでください。小学生学習教室、暗唱素録、かっこ古事記、偉人伝、論語、短歌など、プラス、不動、空間、論理的思考ドリル、宇宙計画を共通点、将来 AI ロボットがまさに人間化って労働するようになるから、人間もとはロボットで気遣いなどです。人間化で自主的な教育が大切です。賢い子は受験変数では高くなりません。賢い子は前向きに挑戦的、他人を応援できる子、自分の意見を言う子、素直な子、そういう子って宇宙計ます。賢い子は埋めつく賢いのに後は使ってる賢いなのです。知事言う。9世代の59区の人は一つ嘘を言うな、一つまくるな、過去自分に一つ弱山の言い場せな、良いと思うことや悪いと思うことはそれを勇気と、お客様は見てください、良くとせは良いかか、悪いことせは悪いか、これ宇宙の法則。トラノというかアマオブサクセス、バトルザというかアマオブバリュー、少しはなるとするんだな、価値ある人間なら Enjoy the little things、 小さなことを楽しもう、ノーワン外ればブカバーバーキビル、当たることは貧しくなっていた、今だから一人はつや、当たるものを増やすもの、
当たるものはこの時ではありません。はい、11月9日土曜日は国民の祭典があります。では最後に一言お願いします。ダジャレ画鋲を踏んで画鋲。ありがとうございます。